皆さんこんばんは。バイクのねシーズンもだん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 とですね、まあ、寒い時期へと移行してきましたね。別に寒い時期に移行してきただけでバイクシーズンが終わるわけじゃないですよ。そこ皆さん間違わないように気をつけていただけたらと言うんですけども、今日はですねタイヤの空気圧の話をしたいなというふうに思っています。でなぜかというと、まあそういうね些細なことの積み重ねがですね、結局バイクの健康、そしてライダーの安全、それ以外にもですね経済性ですねというところとかですね、そういうところも含めてまあ皆さんをですね、まあ、お役に立てるのかなと、我々が。ということでですね、タイヤの空気圧もその大丈夫だよ、俺分かってっからっていう方がたくさんなんじゃないかと思うんですけど、一応それをですね、お話ししていきたいなと。まあ、新しい話はないので、まあ、適当に聞き流していただければいいんですけども、まあ、そんなこんなでですね、今日はタイヤについてお話をしてみたいと思います。さあ、タイヤの空気圧、なぜ空気圧というものがあるんでしょうか？それはですね、もちろん、いい塩梅があるからなんですね。で、そのタイヤの空気圧自体は、まあ、当然その、皆さんが乗ってるスーパーかっこいいめちゃめちゃパワーがあってめちゃめちゃ速いバイクとかは結構高めだったりするんですよね。こんなに空気いっぱい入れるんだってぐらい、例えば 2.9 キロみたいなね、高めのオートバイも結構あったりはします。そういうバイクはですね、そういう運転さえしなければ、そして実はその海外をメインマーケットに置いてるケースが多いので、日本人に比べて体重重い設定なんですよ。80キロとかそういう設定で計算するんで、そういうふうなところを考えると、まあ実はですね若干空気が落ちたぐらいではですね、そんなに大きな影響はまあないと言ったら語弊がありますけど、まあないんですよ。ただ皆さんが普段お買い物で使ってるスクーターだったりですとかね、あとは割と元々の空気圧がそんなに高くないオフロードバイクだったりとか、セローとかね、WR とかね、あんまり入ってないですから空気。そういったオートバイたちはですね、本当にちょっとサボるとですね、結構顕著ですね。なので今日はですね、そこについて少しお話ししたいんですけども、タイヤが最もいい性能を発揮してくれるような形でですね、やはりできれば使い切りたいですね、タイヤをね。それはそのグリップの面でもそうだし、寿命の面でもそうですね。それがですね、一番いいですね。燃費いくら気にしたって、タイヤがみるみる減ってですね、しょっちゅうタイヤを変えてたらもったいないですし、意外とバカにならないですし、そしていざっていう時のブレーキの効きはとか、そして空気がね、甘くなることによって出てくるデメリットはとか、いろんなものがあります。そして、まあ、まず、タイヤの空気圧自体はね、必ずオートバイの、例えばシートを開けたところだったりとか、バイクのスイングアームだったりとか、どっかに必ず書いてあります。まずはそれにタイヤの空気圧を合わせていただくのが一番いいのかなと。こだわりが出てくればね、自分なりにちょっとこうやったりとか、高めたり低めたりする人も出てくるんですけど、まあ基本的には詳しくない、別に健康であればいいっていう方はですね、まあ月に1回空気圧をそのラベルに合わせて調整していただく。もし分かんなかったらスマホで検索してもいいんですよ。例えば NMAX 空気圧とか検索すればですね、大体出てきますから標準値は。そういう風にして空気圧をガソリンスタンドでもいいですし、ご自身で空気圧チェッカーを買ってもいいですし、どういう形でもいいです。行きつけのバイク屋さんに空気見てでもいいと思います。とりあえず空気圧をチェックしましょうっていう話ですね。よくね、タイヤの設置面積って名刺1枚分っていう話があって、それぐらいしか設置してないから、いくら太いタイヤでもですね、まあ、気をつけてくださいねっていうような、そんな話は多分聞いたことある方、バイク好きな方はね多いんじゃないかなと思うんですけども、じゃあその名刺1枚分の中にですね、どれだけちゃんと有効に、使えるようになってるか。例えばですけど、ひび割れてしまったタイヤ、硬いタイヤとかね、そういうタイヤっていうのはですね、それしか設置してない上に、そこもちゃんと設置してないですよね。設置っていうよりも食いついてないですよね。ゴムの柔軟性がない、だから路面をきちんと掴むことができない、そういったものがあったりしますね。初心者の方向けに、空気が高すぎるとどうなるか、空気が低すぎるとどうなるかの話をしておきましょうか、先にね。で、空気が高すぎるとどうなるか。子供の頃に自転車の空気、タイヤをパンパンにしましたね。たくさん空気入れて、入れれば入れるほど、ペダルが軽くなって坂道もスイスイだっつって、もうバカみたいに空気詰めたんじゃないかなって皆さん思うんですけども、あれをやると、ものすごい勢いでタイヤが消耗していきます。まず一つ、問題点としては。ものすごい勢いでタイヤが減っていきます。そして、乗り心地が非常に悪くなります。ゴツゴツした乗り味になります。タイヤもサスペンションだけではなくてですね、路面からの振動だったり衝撃をですね吸収する仕事を持ってるんですね。だからあんまり空気を詰めすぎるとですね、想定以上に詰めるとそういうことが起こります。そして一番の問題は転びやすくなります。で、これなぜかというと、タイヤが硬くなるので柔軟性がなくなる、そして
タイヤの接地面積が減ります。さっき名刺1枚分って言いましたけども、パンパンに詰めたらですね、接地面積が減るから自転車のペダルは軽くなるんですね。摩擦が減って、つまり転びやすくなるってことなんですね。なので空気を入れすぎるといいことないよっていうのはですね、そういう理由があったりするんですね。なので、まあ、あの皆さん空気圧みんなめんどくせえからたくさん詰めとけとか、いっぱい詰めればその分燃費が軽くなるからつってたくさん入れてしまうとか、それはですねオートバイでは非常に危険なので、まずやめましょうということですね。そしてもう一つ、タイヤの空気が少ないとどうなるか。これはですね、逆に言うと接地面積が増えていいんじゃねえのって思ったりするかもしれないんですけども、皆さん自転車の空気、タイヤが少なくなってくると、まあわかると思うんですけども、転がりが悪くなって重くなりますね。なので、エンジンパワーを路面に伝える段階でですね、ロスが大きくなって、まあ本来のバイクの性能を発揮できなくなるんですね。そしてさらにですね、コーナリング中に不安定になります。タイヤが必要以上に変形してですね、怖い目に遭うかもしれないというのがあります。そしてさらに、もちろん燃費が悪化する。そしてさらに空気圧が低いとパンクしやすくなるんですよね。簡単にパンクしちゃいます。路面の余計なものを拾いやすくなります。なのでそういう意味も含めていくとですね、まあ空気入れすぎるのも少なすぎるのも良くないっていうのがですね、まあお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思ったりはするんですけども、そんなわけでですね、皆さんのバイクのタイヤどれぐらい健康かは分からないですけども、まあ必ずですね空気圧を月に1回チェックしていただくとですね、非常にバイクは健康に乗ることができる。そしてこれはほぼお金をかけずにできるメンテナンスなので、非常にですね、でどなたでもできるじゃないですか。だから非常にいいメンテナンスの一つ、そしてとても重要なものでもあるということなんですね。そしてもう一個お話ししていくと、季節の変わり目っていうのはですね、実は一日の中の寒暖差っていうのが大きいんですよね。例えば朝がすごい寒くなって昼間とかすごい暑くなるとかね、暖かくなるとか、そういうですね一日の寒暖差が多い時っていうのはですね、空気圧がやっぱ落ちやすいです。豆に調整が必要な時期です。例えば夏みたいにずっと暑いとか、冬みたいにずっと寒いっていう状態よりもですね、一日の中で膨らんだり縮んだり熱膨張でしてる頻度が高い方がですね、やはり空気圧というのはですね、マメラ調整が必要になるんですね。まさに今なんですよ。つまりね、この動画を見てる今、空気圧そういえば最近見てないなっていう方はですね、見ていただくことによって、あれなんかすげえ乗りやすくなったよっていうことが起きるかもしれない。あれなんかすごい燃費良くなったんだけどってことが起きるかもしれない。もしくは俺パンパンにしちゃってた、ちょっと落とそうかなっていうふうに考えていただけるかもしれない。そんなわけでですね、非常にタイヤの空気圧っていうのはですね、舐めることができないメンテナンスの一つである。そしてタイヤの寿命をですね、きちんと使い切ることもできるんで、経済性も良くなるというふうに考えていただければいいんじゃないかなというふうに思います。まあそんなわけでですね、なぜこんなお話をしたかっていうとですね、昨日ね、家の車ね、ちょっとガソリンがもうすからかんだから何とかしてよって言われてですね、ガソリン入れに行きました。ガソリンスタンドにね。したら、無料チェックどうですか？いろいろあるんですよ、最近。スタンド行くと空気圧チェックしますかっていうボタンがあって、押すと見てくれるとか。で、正直ね、あんまり何も気にしてなかったんで、まあこんなこと言っときながらね、気にしてなかったんで、まああれだったんですけど、勝手に来てやってくれたんですよ、スタンドの人が。セルフだったんですけど、よかったら空気見ますんでって、もう空気のタンク持って走ってきたから、あ、じゃあすいません、大丈夫だと思いますけどお願いしますっつったら、すごい減ってますよ、最近チェックしてましたって言われて、ん？と思って、してねえなと思って、そう言われてみればね、散々なんか月に1回チェックですよ皆さん、季節の変わり目はって言っときながらですね、まあそういうことがあってですね、その後スタンドから出た時に、もう出た時に分かんじゃねえかこの適面な空気圧はっていうぐらい落ちてるっていうですね、やはり毎日乗っている、そして俺は分かってるんだ大丈夫だっつって大盛り高まってるとですね、そういうアホなことになるってことなんですよね。なのでベテランライダーの皆さん、これあなたたちのための動画ですよ実は、ということをですね忘れないようにですね、皆さん空気圧、まあ当然初心者の方はね、意外と皆さんそういうのすごくアンテナ張って一生懸命バイク大事にしようとするんで、意外とねそんなのもう分かってることなのかもしれないですけども、意外とこうベテランほど落とし穴なんじゃないの。仕事でね、毎日お客さんのタイヤの空気圧見て、でどれぐらいの頻度で見ればいいんですかって聞かれて、月1回見てくださいっつってこう偉そうに語って動画まで撮って、最後にですね自分家の車のタイヤがベコベコになっているっていうですね、そんな素晴らしいオチを用意したところでですね、本日の動画はおしまいとさせていただきます。みんな空気圧見た方がいいぞということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。